皆さんこんにちは。この番組では坂井家のコンシェルジュ白瀬泰三とイギリスウェールズ出身の私の孫娘ジェーンが坂井氏のことを何でも分かりやすくご案内申し上げます。今回は私白瀬泰三が担当いたします。さて今回も番組の特別編成で時間を拡大してお送りしていきます。今回のコッシェルジェは特別企画、演劇教室マッフ親子のための朗読会をお送りします。そして特集コーナーではやってみよっさフレイル予防をお送りします。それでは坂井さんちのコッシェルジェスタートでございます。手袋を買いに、新見南吉作。朗読高崎和恵。寒い冬が北方から狐の親子の住んでいる森へもやってきました。ある朝、洞穴から子供の狐が出ようとしましたが、あっと叫んで目を押さえながら母さん狐のところへ転げてきました。母ちゃん、目に何か刺さった、抜いてちょうだい、早く早くと言いました。母さん狐がびっくりして慌てふためきながら目を押さえている子供の手を恐る恐る取り除けてみましたが、何も刺さってはいませんでした。母さん狐は洞穴の入り口から外へ出て初めて訳が分かりました。昨夜のうちに真っ白な雪がどっさり降ったのです。その雪の上からお日様がキラキラと照らしていたので、雪はまぶしいほど反射していたのです。雪を知らなかった子供の狐はあまり強い反射を受けたので、目に何か刺さったと思ったのでした。子供の狐は遊びに行きました。まばたのように柔らかい雪の上を駆け回ると、雪の子がしぶきのように飛び散って、小さい虹がスーッと映るのでした。すると突然後ろでドタドタザーッとものすごい音がして、パン粉のような粉雪がふわーっと小狐に追っかぶさってきました。小狐はびっくりして雪の中に転がるようにして10メートルも向こうへ逃げました。なんだろうと思って振り返ってみましたが、何もいませんでした。それはもみの枝から雪がなだれ落ちたのでした。まだ枝と枝の間から白い絹糸のように雪がこぼれていました。まもなく洞穴へ帰ってきた小狐は、お母ちゃん、お手手が冷たい、お手手がチンチンすると言って濡れてボタン色になった両手を母さん狐の前に差し出しました。母さん狐はその手に、はーっと息を吹っかけて、ぬくとい母さんの手でやんわり包んでやりながら、もうすぐ暖かくなるよ、雪を触るとすぐ暖かくなるもんだよと言いましたが、かわいい坊やの手に霜焼けができてはかわいそうだから、夜になったら町まで行って坊やのお手手に合うような毛糸の手袋を買ってやろうと思いました。暗い夜が風呂敷のような影を広げて野原や森を包みにやってきましたが、雪はあまり白いので包んでも白く浮かび上がっていました。親子の銀狐は洞穴から出ました。子供の方はお母さんのお腹の下へ入り込んで、そこから
まん丸な目をパチパチさせながら、あっちやこっちを見ながら歩いていきました。やがて行く手にぽっつり明かりが一つ見え始めました。それを子どもの狐が見つけて、母ちゃん、お星様はあんな低いところにも落ちてるのね、と聞きました。あれはお星様じゃないのよ、と言って、その時母さん狐の足はすくんでしまいました。あれは町の日なんだよ。その町の日を見た時、母さん狐はある時町へお友達と出かけて行って、とんだ目にあったことを思い出しました。およしなさいっていうのも聞かないで、お友達の狐がある家のアヒルを盗もうとしたので、お百姓に見つかってさんざ追いまくられて、命からがら逃げたことでした。母ちゃん、何してんの？早く行こうよ、と子どもの狐がお腹の下から言うのでしたが、母さん狐はどうしても足が進まないのでした。そこで仕方がないので、坊やだけを一人で町まで行かせることになりました。坊や、お手手を片方お出し、とお母さん狐が言いました。その手を母さん狐はしばらく握っている間に、かわいい人間の子供の手にしてしまいました。坊やの狐はその手を広げたり握ったり、つねってみたり嗅いでみたりしました。なんだか変だな、母ちゃん、これなあに、と言って雪明かりにまたその人間の手に変えられてしまった自分の手をしげしげと見つめました。それは人間の手よ。いいかい坊や、町へ行ったらね、たくさん人間の家があるからね。まず表に丸いシャッポの看板のかかっている家を探すんだよ。それが見つかったらね、トントンと戸をたたいて、こんばんはって言うんだよ。そうするとね、中から人間が少し戸を開けるからね。その戸の隙間からこっちの手、ほら、この人間の手を差し入れてね。この手にちょうどいい手袋ちょうだいって言うんだよ。わかったね。決してこっちのお手手を出しちゃダメよ、と母さん狐は言い聞かせました。どうして？と坊やの狐は聞き返しました。人間はね、相手が狐だとわかると手袋を打ってくれないんだよ。それどころか捕まえて檻の中へ入れちゃうんだよ。人間って本当に怖いものなんだよ。決してこっちの手を出しちゃいけないよ。こっちの方、ほら、人間の手の方を差し出すんだよ、と言って母さんの狐は持ってきた二つの白銅貨を人間の手の方へ握らせてやりました。子どもの狐は町の日を目当てに雪明かりの野原をよちよちやっていきました。はじめのうちは一つきりだった日が二つになり、三つになり、果ては塔にも増えました。狐の子供はそれを見て、日には星と同じように赤いのや黄色いのや青いのがあるんだなと思いました。やがて町に入りましたが、通りの家々はもうみんな戸を閉めてしまって、高い窓から暖かそうな光が道の雪の上に落ちているばかりでした。けれど表の看板の上には大抵小さな電灯が灯っていましたので、狐の子はそれを見ながら帽子屋を探していきました。
自転車の看板やメガネの看板やその他いろんな看板が、あるものは新しいペンキで書かれ、あるものは古い壁のようにはげていましたが、町に初めて出てきた小狐にはそれらのものが一体何であるかわからないのでした。とうとう帽子屋が見つかりました。お母さんがみちみちよく教えてくれた黒い大きなシルクハットの帽子の看板が青い電灯に照らされてかかっていました。小狐は教えられた通りトントンと戸をたたきました。こんばんは。すると中では何かことこと音がしていましたが、やがて戸が一寸ほどごろりと開いて、光の帯が道の白い雪の上に長く伸びました。小狐はその光がまばゆかったので面食らって、間違った方の手を、お母様が出しちゃいけないと言ってよく聞かせた方の手を隙間から差し込んでしまいました。このお手手にちょうどいい手袋をください。すると帽子屋さんはおやおやと思いました。狐の手です。狐の手が手袋をくれというのです。これはきっとこの刃で買いに来たんだなと思いました。そこで先にお金をくださいと言いました。小狐は素直に握ってきた白銅貨を2つ帽子屋さんに渡しました。帽子屋さんはそれを人差し指の先に乗っけて勝ち合わせてみると、チンチンと良い音がしましたので、これは木の葉じゃない本当のお金だと思いましたので、棚から子供用の毛糸の手袋を取り出してきて小狐の手に持たせてやりました。小狐はお礼を言ってまた元来た道を帰り始めました。お母さんは人間は恐ろしいものだっておっしゃったが、ちっとも恐ろしくないや、だって僕の手を見てもどうもしなかったものと思いました。けれど小狐は一体人間なんてどんなものか見たいと思いました。ある窓の下を通りかかると人間の声がしていました。なんという優しい、なんという美しい、なんというおっとりした声なんでしょう。眠れ眠れ母の胸に、眠れ眠れ母の小狐は、その歌声はきっと人間のお母さんの声に違いないと思いました。だって小狐が眠る時にもやっぱり母さん狐はあんな優しい声でゆすぶってくれるからです。すると今度は子供の声がしました。母ちゃん、こんな寒い夜は森の小狐は寒い寒いって泣いているでしょうね。すると母さんの声が、森の小狐もお母さん狐の歌を聞いて洞穴の中で眠ろうとしているでしょうね。さあ坊やも早くねんねしなさい。森の小狐と坊やとどっちが早くねんねするか、きっと坊やの方が早くねんねしますよ。それを聞くと小狐は急にお母さんが恋しくなって、お母さん狐の待っている方へと飛んでいきました。
お母さん狐は心配しながら、坊やの狐の帰ってくるのを今か今かと震えながら待っていましたので、坊やが来ると温かい胸に抱きしめて泣きたいほど喜びました。2匹の狐は森の方へ帰っていきました。月が出たので狐の毛並みが銀色に光り、その足跡にはコバルトの影がたまりました。母ちゃん、人間ってちっとも怖かないや。どうして？坊、間違えて本当のお手手出しちゃったの。でも帽子屋さん、捕まえやしなかったもの。ちゃんとこんないい温かい手袋くれたもの。と言って、手袋のはまった両手をパンパンやってみせました。お母さん狐は、まあと呆れましたが、本当に人間はいいものかしら？本当に人間はいいものかしら？とつぶやきました。こんにちは。日本一の長生きを目指しています長生き一です。このコーナーでは私長井が健康と要介護の間の状態のことを指すフレイルについて詳しく掘り下げ、今の健康な状態を少しでも長く維持して元気で長生きができる秘訣をお伝えします。今回のテーマはこちら、フレイルの兆候があるかどうか、指輪っかイレブンチェック。前回はフレイルとは何か、フレイルの状態を放っておくとどんなことが起きてしまうかについての話をしました。今回はそんなフレイルに皆さんがなっていないか、兆候が出ていないかのチェックをしていきたいと思います。簡単にチェックができますので、ぜひ一緒にやってみてください。ここからはフレイルサポーターの三田さんと一緒にフレイルチェックをしていきたいと思います。三田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず皆さんに知っていただきたいことは、フレイル状態になってしまう一番大きな原因は筋肉の衰えであるということです。年を取るにつれて筋肉が衰える現象をサルコペニアと言います。サルコペニアかどうかは、1. 両手足の筋肉量、 2. 握力、 3. 歩行速度の3つの指標で判断します。筋肉の衰えは栄養不足、転倒骨折、認知症になるリスクを高め、要介護状態を早めるきっかけになります。まずは自分の筋肉の衰えを知ることがフレイル予防の第一歩になります。なるほど、筋肉の衰えこそがフレイルのすべての元凶になっているんですね。では三田さん、自分がサルコペニアの危険があるかどうかチェックするにはどうすればいいのでしょうか。はい、まずは指輪っかテストを行います。やり方は簡単で、まず両手の親指と人差し指で輪っかを作ります。そしてその輪っかで利き足ではない方のふくらはぎの一番太い部分を囲みます。この時、力を入れないようにしましょう。はい、こうですね。
次はどうすればいいのでしょうか。以上です。これでサルコペニアの危険度がわかります。え、もうわかるんですか。簡単ですね。この映像のようにふくらはぎを囲めるか囲めないかでサルコペニアの危険度は変わってきます。輪っかに隙間ができる人は転倒、骨折などのリスクが高まっていますので、運動や食事といった生活習慣を見直しましょう。私はもちろん囲めないほど筋肉がありますよ。続いてはフレイルの兆候があるかどうかを簡単にチェックするイレブンチェックを行います。イレブンチェックは栄養、口腔、運動、社会性、心の4つの面で自分のフレイル度を見ることができます。1分もあればチェックできますので、皆さんもぜひトライしてみてください。どうでしたか。回答欄の左側をチェックした数が多いほどよく、回答欄の右側をチェックした数が多いほど要注意です。右側をチェックした数が6つ以上だとフレイルのリスクはぐっと高まります。右側が少ない人も油断せずに健康な生活を送っていきましょう。定期的にこういったフレイルチェックをすることで自分の健康状態を知ることができ、フレイル予防につながっていくんですね。次回からはフレイルにならないための3原則についてお伝えしていきます。今この時期だからこそ普段以上に健康に気をつけて生活していきましょう。マリン体操を始めましょう。その場で軽く足踏みします。脇をパタパタ、前後ろ、前後ろ、手を前に屈伸しながらクロール。手を後ろに背泳ぎ、手を横に開いて平泳ぎ、体をひねってリフティング、ももを肘にタッチタッチ、手を腰に、足を斜めにキックキック、足を後ろに、かかとにタッチタッチ、呼吸を整えましょう。さあ次はストレッチ体操です。呼吸を止めず、反動をつけず、筋肉をゆっくり気持ちよく伸ばしていきましょう。両手を頭の上で組み、真上にゆっくり伸ばします。全身のストレッチです。緩めて、もう一度、そ
そのまま体を横に倒します。脇腹のストレッチです。反対、その手を前に後ろにひねります。肩からお腹にかけてのストレッチです。反対、おへそを見るように背中を丸めます。背中のストレッチです。両手を後ろで組み胸を張ります。胸のストレッチです。足を大きく開いて腰を落とします。膝が内側に入らないように。股関節のストレッチです。肩入れをします。肩のストレッチです。反対、体をゆっくり起こし足を前後に開きます。体重を前にかけます。ふくらはぎのストレッチです。前膝を伸ばし体を前に倒します。後ろもものストレッチです。足首を持ちかかとをお尻に、前もものストレッチです。足を入れ替え体重を前にかけます。前膝を伸ばし体を前に倒します。足首を持ちかかとをお尻に、軽く足踏みします。深呼吸、はい、もう一度。